りますか？鍛えますか？色も変えて。あ、いいかも。強いモンスターを狩猟するならしっかり準備しなきゃね。え、改革が？教えて月野先生。はい、今日も月が来てる月野よ。この動画教えて月野先生では、一緒にゲームを遊びながら見どころを紹介できたらなって思ってます。前回はオトモンについてたっぷり紹介しました。まだ見てない人はバックナンバーも要チェックということで、今回はライダーを強くする方法、さらにエンドコンテンツまでお見せできればと。それでは最後までお付き合いよろしくね。では始めましょう。ゲームスタート。やったね、レベルアップ。もっと強くなりたいところね。装備も新しくしたいし、スキルもいろいろある。まずは防具？それとも武器？3つも装備できると迷っちゃうな。護石も大事。スキルを持って持ってパワーアップ。ささ、加工屋さんに行ってみますか。いらっしゃい。作りますか？鍛えますか？もちろん作っちゃいますとも。この防具なんかいいんじゃない？必要な素材はっと。あ、これなら作れそう。素材を納品して。うん、できた。もちろん装備するよね。さらに強化もしておこうかな。でもやっぱり見た目もこだわりたいところだし。そうだ、重ね着装備を買いに行きますか。色も変えて。あ、いいかも。どうかしら。さあ、次のクエストに行きましょう。と言いたいところだけど、その前に回復アイテムは持った？買ったり拾ったり調合したりで補充すること、お忘れなきよ。あ、こんな時は解毒薬。3ターンも毒を防げるからおすすめ。強いモンスターを狩猟するならしっかり準備しなきゃね。そこはモンハンシリーズと同じだからよね。ところで、もうゲームをクリアしたって人はいるかしら？すごい、結構いるのね。でも、まだまだ終わりではなくってよ。このゲームには、いわゆるエンドコンテンツがたっぷり用意されているのね。ほんの少しだけど、遊んでみようかな。さてと、どれにしよう。あ、これ。マムタロとの共闘クエストにしましょう。今回は、NPC と一緒に挑戦します。クエストスタート。ライゼクス発見。名前が赤いということは上位モンスターよ。電化で状態変化、ここはお見通し。ブラキディオス見っけ。ひと狩り行くわよ。いた、大きい。さすがに強い。え、外角が逃げちゃうの？見つけた、今度こそ。さあ、このクエストも大詰めね。
教えて月乃先生、どうだった？モンハンストーリーズ2の魅力たっぷり伝えられてたかな？今までご覧いただきありがとう。またどこかでお会いしましょう。そろそろお別れの頃合いみたいです。お気に召したらいいねボタン、チャンネル登録をよろしく。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は発売中です。製品版にセーブデータを引き継げる体験版もあるので、ぜひ遊んでください。公式サイトや SNS では最新トレーラーやゲームの詳しい情報がご覧いただけます。アドレスやハッシュタグはこちら。ご視聴いただきありがとうございました。あなたに素敵な月が来ることを祈って。